あれ。おお、さっきので終わりじゃないの。1本で終わんないですよ、絶対。場所まで移動しに行けたんだけどね。いや、マイクつけたまんまにしてるじゃん。あ、そうですね。このためです。はい。じゃあ何について話しましょう。最近ちょっと動画編集スクールいろいろあるじゃないですか。前もスクールの動画出したけどね。あ、そうです。りょうたさん的に動画編集スクールってどうなのっていう。オッケー、回答しようか。じゃあいろんなね、連絡くんの、はい、俺の動画編集作るのが1万ちょいぐらい回ってんのかな。実際にじゃあいろんな話をしちゃいましょうか。いろんなタレコミが来てるんでね、出しちゃいますよ。出してください。はい、ということでね、僕のことをね、知らない、初めて見たって知めると思うんで、改めて話しておくと、私ね、りょうたと言いまして、今ね、 YouTube だったりとか TikTok、まあ、企業の動画メディアのプロモーションの会社やってますと。今だとね、豪華客船の案件とか、プロサッカー選手のね、いろんな案件とかをね、かなりね、たくさんの企業をやらせていただいているという感じなんですけれども、本当にね、たくさんの動画編集者見てきたし、いろんなね、動画編集スクール卒の人見てきた中で、こんなスクールはちょっと良くないなとか、こういうスクールはいいなっていうのがいくつもあったんで、僕なりの見解を話していいですか。なので、これから動画編集始めたいとかね、動画編集スクール通いたいと思ってる人は結構参考になるんじゃないかなと。僕個人の意見もあるし、いろんな人から連絡が来た中での評価だったりとか、実際に、まあ、動画編集やりたいってことはさ、動画編集をしてお金を稼ぎたいとか、動画編集を副業にしてね、自分の生活を豊かにしたいとかね、本業でフリーランスになりたいとか、シンプルに動画編集を学びたいとかね、いろんなね、要望があると思うんだけど、実際にね、動画編集を学んだ先の YouTube とか SNS 関係の動画編集を学んだ最終点って、僕みたいなさ、動画編集のスキルだけじゃなくて、マーケティングの知識とかね、そういうのをつけて企業に貢献するとかね、編集者からディレクターになってマーケターになってみたいな流れで言うと、僕らはね、そういったルートをね、やってる最前線の会社でもあると思うんで、実際にリアルな意見を話していければなと思います。なので、これから動画編集を始めて企業で稼ぎたいとかね、いろんな動画編集の技術を使ってプロジェクトに参画してみたいとかね、そう思ってる方はぜひね、必ず最後まで見逃さないようにしてください。ということでね、いろんなスクールが今あると思いますが、結論、俺はどんなスクールに行っても別にいいと思ってる。なんでかっていうと、しっかり自分でお金を払って、その中でどういうことを吸収しようとか、どういうことを頑張ろうとかね、勉強として投資してね、前向きに進むって行為自体はやっぱすごい素晴らしいことだと思ってるから、基本的にそういったことは肯定してます。なんだけど、中には詐欺的なものもあったりとかするし、こういうことやってみたけど全然稼げなかったとかね、多分あると思う。だけどほとんど今ないと思うんだよね。なんでかっていうとさ、いろんな発信があったりとかさ、 SNS の時代だから、もうすぐに口コミなんか拡散されちゃうじゃん。大々的にさ、もう確実に詐欺ですみたいなことはできないわけよね。なんで基本的にはないから、費用感含めてどれぐらいの感じで学べればいいのか、動画編集でスキルだったりディレクションとかね、要は YouTube マーケみたいなところも含めてなんだけど、その辺をね、全部話していこうと思います。で、まずシンプルに動画編集のスキルを学ぼうと思ったら、どれぐらいが適切な金額なのかってことだね。で、正直動画編集って別にスクール通わなくても学べるっていうのが結論。で、俺の YouTube でもさ、プレミアプロの完全解説みたいに出してるさ、はい、他のさ、発信者も出してるじゃん。どっちか学べるんだけど、例えばこれがさ、動画編集を学んでみたいっていうモチベーションではなくて、動画編集を学んだ先に副業でお金を稼いでみたいとか、今の仕事が嫌でそこから抜け出すために動画編集のスキルを学びたいっていう場合ね、シンプルにスキルの一個として身につけて今の自分の生活を変えたいと思ってる人に関してはさ、動画編集が好きでやってるわけじゃないから、めちゃめちゃスピード遅いんだよね。それこそじゃあ YouTube 見て学べるけど、強制力はそこにはないわけだから、自分で YouTube の動画だけを見て一個の動画を品質高くクライアントワークとしてできるかっていうと、ほとんどの人ができないと思う。ほとんどの人ができないからさ、いろんなスクールに通ったりとかさ、するわけじゃん。なんでかっていうと、答えは参考書にあんのよ。ネットで調べたら今いくらでも出てくるんだけど、やらないのは自分がやりきれないからね。あとは正しく情報がまとまってなかったりするし、自分で検索したり調べるっていう能力がない限りは、これが適切なのかどうかって答えがない状態でやってるわけだから、習得のスピードはめちゃくちゃ遅くなってしまうから、動画編集のスクールに通うんであれば、最短距離で動画編集でスキルを学べるかってことがすごく重要だなっていうふうに俺は思ってる。なので、そういった意味であれば、もし独学で学んでたら3ヶ月半年かかるものが2週間で学べた、1ヶ月で学べたってなったら十分だよね。クライアントワークとしてやれるような内容の動画編集がしっかり学びきれてたら、めちゃくちゃ価値高いと思う。今の僕らの編集者のね、単価とか見てるとさ、普通に2万とか3万とか、高い人だと10万とか取る人いるよね、はい、例えば2万取れて定期の案件で取れたらさ、月に5本受けてたら10万だよね。それを3ヶ月だったら30万、30万円を3ヶ月で回収できるわけだから、うん、単純な動画編集スキルを身につけるんであれば、10万ぐらいから30万ぐらいが相場なんじゃないかなっていうふうに思うから、これがどれぐらいサポートがあるかとかね、どれぐらい親身になって教えてくれるのか、1対1で教えてくれるのか、質問対応とかどれぐらいのスピードでやってくれるのかとか、のクオリティによって変わってくるよね、うん、そこを見て判断したらいいと思います。一番強いのはオフラインだよね。なんでかっていうと、リアルで会ってる方がもうすぐ教えられるよね。感情の伝え方とかニュアンスとかもオフラインが一番やりやすいから、オフラインのスクールが一番いいことは間違いない。あとはオフラインのスクールでどれぐらいちゃんと教えてくれるのか、どれぐらいの期間サポートしてくれるのか、どのぐらいのサポート量なのかを見て判断した方がいいと思う。なので、動画編集ってスキルを学べるんだったら10万から30万ぐらいが適切なんじゃないかなと、しかもしっかり回収できるんじゃないかなと思います。僕も自分で勉強するっていうのが苦手だったんで、僕もあの動画のスクールに通ったんで、まあ、でもやっぱ通ってよかったなと思いますね。俺も本当にまさにで、夏休みの宿題とかさ、毎回遅れて、はい、出せなくて怒られてたわけよ。高学歴の人たちって多いじゃん、 IT の業界って。全然そんなんじゃなくて、はい、専門学校卒だしさ、勉強なんか全然できないしダメダメだったわけだけど、はい、だけど強制力があればやるわけだし、うん、そういうのがあった方がいいよね、うん、俺ももちろん動画編集を学ぶにも、動画編集のマーケティングを学ぶにも、ディレクションを学ぶにも、コピーライティングとかね、そもそもマーケティングの全体像とかね、いろんな学びのおかげ使って
ってきた。最近も100万とか普通にボンって出すよね。なんで、まあ、その学びをいかに自分で回収するかってことが大事だけど、ここで多いのがドメンションスキル身につけたけど仕事取れません、30万払ったけどこれ詐欺ですよとかね、こういうスクールに通ったんだけど講師が全然ちゃんと教えてくれなくて、グループとかもあるんですけど僕全然なんかそのグループにも入れなくて、こんなの本当詐欺ですよっていう人めっちゃいるわけ。それは違う、本質的な詐欺もあるよ。例えばお金入れたけどサービス受けられない、全然言ってることともう乖離しまくっててみたいな、全く別物と言われてもいいようなサービス内容だったとかだったら正直しょうがないよ、それは詐欺になるかもしれないけど、いわゆるそんな商材ってないわけよ。あったら大炎上しちゃうからね。なんだけど一般的なサービスに対して詐欺だって言ってるのは、いろんな塾とか通ったりとかさ、いろんなサッカースクール通うわけじゃん。その中で全然うまくならなかった、あそこのサッカースクール詐欺だって言ってるわけよね。じゃあどれだけ自分真剣に打ち込んだ、自分の努力としてやりきったかっていうのもめっちゃ大事だしね。そういったところも見ないといけないから、それで詐欺だって言ってるのはほぼ自責思考がないしね、うん、なんで詐欺はほぼないと思う。スキルを学べるのと職にできるのはまた別ですよね。それこそ今編集お願いしてる人でも独学で学んでね、どんどん突き進んでる人いっぱいいるわけよ。その人はやってるからね、めちゃめちゃ言われたことちゃんとやってるし、言われなくても必要以上のことやるからよりプラスが得られてるわけで、最近その人がね今の単価でもちょっと受けられないっつって単価をどんどん上げられてるんですよみたいなね。でもその人のお願いしたからやっぱ上げちゃうよねみたいなこともあるから、しっかりと動画編集学ぶんだったらそのぐらいのスパン、詐欺うんぬんって話は一回置いといた方がいい。自分でどれだけできるかっていうのをチャレンジした方がいいよね。だけど俺個人的には編集だけ学べるスクールはあんまおすすめしてない。なんでかっていうと、編集を学んだ状態から次じゃあどうやって仕事を取りに行くのか、どうやって自分のキャリアアップを形成していくのかっていうところが俺は結構大事だなと思ってて、編集を学ぶのはこう指導された中で一通りできるんだよみんな。だけどほとんどの人がその先の営業とかそのスキルを活用してビジネスにしていくっていうのができない。ここをフォローしてもらえるところまでやってくれるところに俺は入った方がいいと思う。なんでかっていうと、ほとんどの人がさ動画編集スキルをつけたいっていう最終的な需要とかさ思いじゃなくて、動画編集スキルをつけた先でお金を稼げるようになりたいとかさ、副業でいくら稼げるようになりたいとか、自分のスキルで稼いでいくようになりたいとかさ、そういう思いがあるわけじゃん。だったら動画編集を学びに行くこともすごくいいことなんだけど、そっから先もサポートしてもらえるようなスクールに入った方がいいんじゃねってのは俺は思う。中途半端にスキルだけ身につけて自分で頑張ってみてでもうまくいかなくてみたいなさ、もちろんそれもすごくいいんだよ。そっからじゃあどういう行動の曲線を描いていけばいいのかとかさ、どういう行動スケジュールしていったらいいのかみたいなところまでサポートしてもらえるところの方が達成できるスピードはやっぱ速いから、そこまで巻き取れる方がいいと思う。今スクールとかもね徐々にやり始めてるけど、そういったところに関しては自分がさ本当に全部やってきたわけよ。ゼロからスキル身につけたらどうやって仕事取ってくるんだとか、どうやってクライアントに満足してもらえるんだろう、どうやったら紹介って生まれるんだろう、どうやったら単価の高い案件を獲得できるんだろう、どうやったら編集だけじゃなくて YouTube マーケティングとか諸々のところまで仕事取れるんだろうっていうのをずっとやってきてるわけよ。そういった実際の経験を積んでる人から学ぶっていうのがいいんじゃないかと思うよね。確かに編集スキルよりその先を一番難しいかなって僕も思うんで、そういうとこ学べる方は絶対いいと思いますね。そう、そこからさ他者が絡んでくるし、より仕事感が増してくるわけだから、はい、結構ドキドキするじゃん。自分でパソコン向かってるのは楽だけどさ、そこから先じゃあどうやってこうやっていくのかってことの方が大変だから、そこまでサポートしてくれたりとか、そこまでの道筋をたどってきた人たちの方がいいと思う。あとは動画編集だけじゃなくてクライアントワーク、 YouTube マーケット、ディレクションみたいなものも学べた方が最初俺はいいと思う。これはすぐすぐじゃなくていいから、一回動画編集のスキル身につけて、そこから自分なりに動いて稼げるようになって、そこから自己投資でも俺はめちゃくちゃいいと思う。だけど自分がどんぐらい配信の陣を追うかっていうことが俺はすごい重要だなと思ってるんだよね。いきなりフリーランスになって自分一人で戦えとかそう言ってるわけじゃなくて、生活が苦しくなるまでやれとかじゃなくて、一定数のお金をしっかりとやっぱ払うってことは俺すごい大事だと思ってて、ユニクロの服ってさ破れたりとかさ、まあいやってなるじゃん、安いしね、また買えばいいし。でもめっちゃ高いさブランドの服とかさ、自分が大好きなブランドの服とかお金に買ったとして、そのブランドの服ってさめっちゃ大事にしない？そうですね。し取り扱いもすごい丁寧にするし、着たらさテンション上がるし、その日一日ハッピーでいられるとかあるじゃん。それってブランドを手に入れたってこともそうなんだけど、払ってる金額もそうだと思うんだよね、欲しいものを買うためにこれぐらい払ったっていう自分のマインドとか思いとかがやっぱ入り込んでるから大事にしようと思ってた。その買ったものに対する行動ってのは全然変わってくるわけだ、うん、これって自分の好き嫌いもあるけど、かけてる金額もあるわけよね。例えば5万10万で学んで進むことももちろんできるけど、いかに自分でリスク背負っていろんなね講座を受けるとか勉強するためにお金を払うっていうのを経験するっていうのはすごい大事だと思うんで、いわゆる高単価な商材を受けてみるのも僕はいいんじゃないかなと思ってる。自分もそれを繰り返してきたしね、さすがにこんだけお金払ったしやるからには絶対学びきらんとってなるわけよ、うん、こんだけ金払ってて何にも自分のこの先が変わらなかったり、自分の顧客に対する価値変わらなかったらマジで無駄になっちゃうからやらないとってなるわけよね。でもこれが3万ぐらいで受けたさやつとかだったらさ、まあまあまあ3万ぐらいだしな、ね、一回なんとなく聞いとくかぐらいの感じになったりするわけよね、はい、なんでまあもちろん金額だけじゃないんだけど、行動できてこなかった人は自分がどんぐらいリスクしようかってことは大事なことだと思って、うん、それをね一回やってみるっていう上でも単純な編集だけじゃなくていろんなことが学べるようなスクールに通うっていうのはすごいいいんじゃないかなと思うかな。なんでいろいろあると思うんだけど、自分の今の、お財布事情だったりとか自分の状況に合うようなスクールに通った方がいいし、どうしても出せるお金がありませんって言ったら休みのスクールに通うとか独学で始めてみるとかでもいいと思う。まずは行動を起こすことが何よりも大事なんだけど、そこからねどういう風にクライアントワークとしてやっていくかとか、そこをねしっかり考えた上でどこのスクールを受けるのか、誰から教わるのかっていうのを決めた方がいいんじゃないかなと思います。
してね、いろんな発信者いるけど、クライアントワーカーとしてさ、最前線走ってる人たちってそんなにいないんじゃないかなと思ってるんだね。まあ、確かにそうですね、うん、俺ら負けてないじゃん絶対、はい、で俺は結構ね思ってる、うん、そこにはもう本当プライドもあるし、今ありがたいことにさ、いろんな業界のすごい企業からさ声かけてもらってる。もちろん全部制約するわけじゃないけど、っていう風に進んでいけてるじゃん。本当にそれはさ、やっぱありがたいなと思うし、絶対結果出さなきゃっていうのはさ、毎晩毎晩この普通さ夜までやってるじゃん、いろいろ、ね、ここもっとこうしようとか、マーケティングこうこうでこうで、ここちょっと変えようとかさ、もう繰り返してるわけよね。なのでそこら辺の発信者の人には全然負けてないと思ってるっていうぐらい、動画編集者としての行き着く先をやっぱどんどん自分の力でやっていくことが何よりも大事だなと思ってるんで、ぜひね、僕の活動とかね、どんなことやってんだろうとか、ちょっと興味あるなと思った方はですね、概要欄の公式 LINE 登録していただいて、いろんなねスクールの話もしましたけれども、いろんな情報をまずね受け取ってほしいなと思います。こちらの公式 LINE 登録してもらいますと、こちらの特典がいろいろ受け取ることができますので、ぜひね、まずは無料でね、いろいろ学んでみるってことが大事だと思うんで、まずは無料情報から学んでみて、そこからじゃあこういうふうにやってみようと思った方はね、どんどんチャレンジしてほしいなという感じですね。僕もスクールとか自己投資してきたんで、確かになっていう情報がたくさんありましたね。オンラインになっちゃうと情報商材っぽくなっちゃうじゃん、うん、オフラインとかだとまた変わってくるけどね。俺もね、そのおかげで変わった部分もやっぱいっぱいあるし、うん、だから本当打ち合わせゼロじゃん、だけどさ喋れるじゃん、こういう風に。そうですね、それはさ、そこに対してやっぱ思いもあるし、いろいろ実践してきたっていう部分もあるから話せるわけで、いろんなスクールがあるけど、一番大事なのはやっぱ自分自身で、この人に学んだら間違いないとか、この人の情報だったらうまくいかなかったら自分のせいだと思い切ってやるしかないよね。いろんな発信者いるけど、あの人のスクールはこれ先ですよみたいないう人もいる。確かにもしかしたらそういう状況もあるのかもしれないけど、気持ちはわかるけど、最終全部自己責任だから。俺もいろんなスタッフ雇いました、飛ばれました、自己責任なわけよ。お金こんだけ払ったんだとかさ、あるわけよね。でも最終自分が選んだ責任だし、自分が意思決定した責任なんで、そこは自分が悪かったってところを踏まえて、どういう行動していくのかっていうのが大事なんで、うまくいかなかったとしても一回立ち返ってみて考えた方がいいんじゃないかと思います。もちろん完全な詐欺もあるんで、詐欺にはご注意。そんな感じで勉強になったなと思った方はチャンネル登録高評価、あとね、こんなのはどうなんですかっていうのをねコメントもらえたらね嬉しいなと思いますんで、ぜひいろいろコメントしてみてください。じゃあ今回の動画は以上になります。それでは。